今日ピンクじゃないの。あ、今日はあれなんです、これからあの会社の決算説明会の取材があって、あ、そうなの、うん、ちょっとプライベートっぽい。ソフィアさんから見て、モテる男とモテない男の違いとは何かというところをちょっとあの恋愛のプロフェッショナルであるソフィアさんにちょっと聞いてみたい。私もプロフェッショナルでもないんだけど、話をしてて顔がいいことはいいに決まってるんだけど最初に、ね、それは変よりいいに決まってるんだけど、でまあ、ルックス男だってそうでしょ、うんうんうん、女の子がそれはさ残念な顔をしてるよりもさ、うんうん、ね、まあ、ちょっと可愛いとか綺麗な方がいいに決まってると思う、うんうん、でもそれは5分か10分というかもう30分ぐらい喋れば中身がなければまあ飽きちゃうっていうかね、まあ、もう分かると思うのでも楽しい人って引き出しがいっぱいあるし、うん、やっぱりその話せば話すほど味わい深いというか、話が上手い人の方がモテるってことですかね。話が上手いっていうのはやっぱね、ちょそこも見極めが大事だよね。話が上手いっていうのはその詐欺師みたいにさ、あのなんつけ殺しじゃないけど、そのちょっと女をね騙す方の上手いじゃダメなんだよね。ちゃんと心と心からつながってる感がないとダメなんだよね。なんかこうただただうんうんってなんかその聞いてるんだけど多分ほんと上の空で適当にね相槌打ってるやつもいるわけよね、調子がよくやっぱ、まあ、目的ほら不純だと、そうだからね話がね上手ってうまい話しなくてもいいんだけど、例えばまあ私に興味がたまたまね、うん、ある人が例えば食事に誘ってくれました、その時にじゃあ私に興味があるんだったら、じゃあ例えば私の場合うちは笠子さんと出てる、うん、その恋愛相談室やってるよって言ってこういう動画もあるから見てとかって例えば言った時に、その時はうん分かった見るねって言うわけ、うん、で例えば何かの機会に会って面白かったとかどうだったって言った時に見てないやつがいる、ね、それじゃさなんか見て興味ないじゃん。一緒にただいたいだけなのか連れて歩きたいのか、うん、一人で寂しいから誰でもいいのかよく分かんないけど、私にしてみれば例えばそう自分を分かってほしいってことは、うん、自分の仕事とか人あの自分の何人柄とか、うん、で一番、まあ、そういうユーモアのセンスがなきゃダメだと思う。ユーモアのセンス、うん、それはまた難しい。そうだから多分例えばさこういう番組ねやってる2人でやってるやつをこれ見て笑わない人はおかしいよね。普通に私はちょっとそれはもうねこれ見て笑わない人はねちょっとねあもうその元々のユーモアのセンスが欠落してるかも。あ、じゃあこの番組を見て笑える男性はモテる男性。あ、モテるね。もう全然それでこれでもう本当に爆笑してくれる人はもう全然大丈夫だ。でこの番組を見て面白いと思えない男性はモテない。全然モテない。もう全然ほんとそれはそうだと思う。もうねこういうなんていうかな、うん、もうこういうものが分かんない人はとにかくあの女性を楽しませられないと思う。ああ、だからその思うんですけど、あの男女の会話ってあの基本的に成り立たないような気がするの。なんか男性が興味持ってるものと女性が興味持ってるものってなんか違うじゃないですか。なんかこう例えば男性とかなんかサッカーの話したりとか、プロ野球がどうのとか、まあ、あとは仕事がどうのとか上司がどうのとかっていう話をしたい一方、女性は多分別にそういう話全然興味ないじゃないですか。それどこで接点を見つけてこう話がうまくなる男性になれる。だからまあ趣味はさ例えばじゃあ
野球とじゃあスポ男性がスポーツ好きで、うん、じゃあ女性が興味ないって言っても、うん、本当に好きだったらさ、うん、好きになるよ。例えば自分の本当に好きな人が野球の話ばっかりしてて野球のテレビばっかり見てたら自分も好きじゃなかったとしてもその人が好きだったらだんだん好きになってくるよね野球を。知りたくなるじゃん、うん、一緒に会話ができないんだからそしたらあ全然その人が好きじゃなかったらどうでもいいよ野球は、うん、でも好きだったら、うん、あこの選手こうなんだあこういう時ってこうするんだとかさ、うん、野球の知識も教えてもらったりとか、うん、だから合わないっていうよりも好きだったら合わせろよいやで逆にその女性の方はそういう合わせるのってうまいと思うんですけど、うん、男性女性の話になかなか合わせられる人って少ないですよね。そこはもうちょっとだ多分女の人って話し出すと最初から最後まで何を言いたいのかよく分かんない人いるから長くてだから最初に質問する方の投げかけがどこが下手なんだと思う最初にもう決めて何が言いたいのそしてどうもうカウンセリングになっちゃうけどそれカウンセリングだよねなんかさ例えばもうずるずる1時間も2時間もずっと喋って最終的に何だったのか分かんない人もいるわけじゃんね、うん、何が言いたいのかだから今日は何が言いたいのっていう感じでね男性がちゃんとこう聞くのにそのなんていうのかな話しやすいようにこう誘導してあげる。でも女性からしたらその何が言いたいのっていうことじゃなくて、うん、もうただ聞いてほしい。ただ聞いてほしいっていうのもあるんじゃないですかね。だから今日はただ聞いてほしいのって言ったらただ聞いてほしいんだから聞いてあげればいいし。別々の道をバラバラで